柿内哲也は、和歌山県日高郡日高川町出身の元プロ、野球選手、コーチ。日高校中津文校から、1988年のプロ野球ドラフト会議で西武ライオンズから3位指名を受け、保守として入団。文校出身者としては、プロ野球史上初の指名であった。京田、俊足の持ち主で、秋山二世位、和製大砲と呼ばれる。 伊藤つとの存在で、出場機会に恵まれなかったが、1990年にファームで頭角を表す。1991年から強打を生かすため、外野手にコンバートされた。イースタンリーグで本塁打、打点の2冠を獲得した。1993年には一軍定着を果たし、外野だけでなく、保守としての出場もあった。 1994年の読売ジャイアンツとの日本シリーズでは、牧原博美に三振に打ち取られ最後の打者になっている。1995年には95試合の出場ながらオールスターゲームにも出場。またこの年初の二桁となる14本塁打を放った。1996年には左翼手としてレギュラーに定着し、28本塁打を放つ。 1997年には、清原和弘が、FA で読売ジャイアンツへ移籍、その穴を埋める期待をされるも、スランプや右膝の故障で不審に終わる。1999年、大砲と指摘された、アーキーシアンフロッコ、グレッグブロッサーラスケット人の第五三と主軸の鈴木、剣が不審にあえぐ中、チーム最多の15本塁打を放ち復活。 9月15日のロッテ戦でサヨナラ本塁打を放った。以後3年連続で2桁本塁打を記録。2002年オフ、市木田組金銭のトレードで千葉ロッテマリーンズへ移籍。2004年9月11日、選手会のストが前日に回避されて行われた日本ハムとのプレーオフ戦で、1点を追う9回裏に無奏者で打席に入り3塁ごろに倒れ、敗戦と思われたが、 小笠原道弘の失策で出塁し、後続のタイムリーで生還して延長戦に突入する。そして、同点のままで迎えた11回裏の打席で、岩友和から、サヨナラホームランを放った。2005年には、プレイオフ最終戦でヒットを放つなど、出場機会は減ったが、指名打者や代打の切り札として活躍。2006年には、開幕一軍に名を連ねるも、 4月には二軍落ち、10月2日ロッテから戦力外通告を受け、現役を引退。3月26日のソフトバンク戦で、店工事から放ったサンライ本塁打が、最後の間、本塁打となった。イースタンリーグの最終戦では4番で、先発出場、これが、花道となった。六本木のステーキ店、シルクロードの店長として勤務。 ロッテのネットライブ中継の解説を2007年により、原井和也の代わりに務めることになった。2007年からは、プロ野球マスターズリーグの東京ドリームスに所属。2010年からは、落合博光が一軍監督を務めていた、中日ドラゴンズで、打撃、外野守備走類コーチに就任。しかし、2011年限りで、落合が監督を退任したことから、掛打ちも、打撃、 外野守備総類コーチを退任した。2012年から2013年までは、J スポーツのメジャーリーグ中継に解説者として出演。2013年末から落合が、ゼネラルマネージャーとして中日へ復帰したことを機に2014年2月1日付で、同球団の GM 付関東地区担当調査役に、就任、主に、イースタンリーグ視察を行う。 2019年10月1日に今季限りで契約を満了し、来期契約を結ばないことが発表された。2020年からは、楽天イーグルスの2軍打撃コーチに就任する。素質は、清原和弘以上と言われ、和歌山出身なので、みかんの大機と言われた。一軍では、通算110本塁打、ファームでも、通算109本塁打を記録しており、一軍、 ファーム双方で100本類台以上を記録している唯一の選手である。頑張れ日本プロ野球に出演した際にこのことを金村義明に報告したところ、プロ野球選手として一番自慢したらいかんことやと冷静に突っ込まれている。ありがとうございます。